どうもこのまるです。きーたろです。なんか最近さ、あの絶賛ご飯とか作りたくないし、なんか自分のだけのお昼もなんか作りたくないし、うん、もうほんと作りたくない時期また突入してるね。まあその前に作ってたかって言われたらちょっと疑問なんだけど全部明かした自分でなんか、まあ、たまにさ、やっぱコンビニで買ったりするじゃん、なんか自分のものとかは特に。うんうんうん。なんかおすすめないですかっていう。なんかさ、結局自分でなんかいつものやつ買っちゃうみたいなとこってあるじゃん。あ、すっごいわかる。いつも俺も同じやつ買っちゃう。まあ多分私より木澤さんの方が多分その性質強いんだけど。そう。冒険できないからなかなか。え、待って、ちなみに何買うの？コンビニ行ったら。僕もおにぎり。え、おにぎりでも具とか決まってんの？あ、そう、昆布とツナマヨと梅とみたいな。あ、まあでもわかる。私も結局なんかマヨな、ツナマヨな気がする。なんかそう、自分じゃなかなか冒険しないから、なんかいいのあったらなみたいな。でも結構さ、コンビニ行って特にそういうチルド系のやつ、冷蔵の方に並んでるやつって入れ替え激しいから、うん、まあ、できたら冷凍でなんかいいのないですかっていう。リアル、リアルだよね。冷凍指定なんだ。いろいろ買ってみるよって話よね。あ、でもそうだね、粉丸結構冷凍のさ、なんだっけ、ピザとかセブンだったら、うんうん、結構食べてるもんね。え、ちょっと待って、聞いていい？食べた？ちょっと待って、食べてないです。やっぱり、やっぱりすごい聞いたろさんって感じで、すごい嬉しい、ありがとう。確かに、逆によかった。じゃあ今日は BE:FIRST ロードトゥビバラロック2022エピソード2やっていきます。まあ、前回エピソード1出した時にすごいうちら気軽にしかっぺって言ったんだなって自分で聞き返して思ってる。すごいしかっぺって言ってんなみたいな。そう、てか俺はそこまでかもしれんけど、この丸がすごい言っとったよね。多分その偉大さとか、そのすごい方っていうのが身に染みて分かってないじゃん、私話が分かる方みたいな。そしたらしかっぺってなったよね。怒られるね。いやでもほら、あの、なんて、なんていうんだろう、愛嬌、なんていうんだろう、なんていうんだろう、別にさ、フレンドリー、なんていうんだろう、フランクな感じで言っとるからさ、別にバカにした感じでは言ってないから。あ、全然言ってない、全然言ってない。うん、尊敬の感じで、なんかありがとう BE:FIRST 参加させてくれてみたいな、そういうさ、なんかありがとうの気持ちを込めて言っとるから。うん、そうなんだから、しかっぺ、しかっぺ許してほしい。しかっぺに向けて言っとる今。でここから、まあ、エピソード2になったら、もう社長がさ、まあ、BE:FIRST のメンバーを集めて、急遽集めてみたいな感じだったよね、確か。うん、そう、急遽お部屋に集めて、まあ、ビバラロックの参加のお知らせと、まあ、あとはそこのフェスに向けてみんなのなんかどう思ったみたいな、そういうことを聞きながら、まあ、さらに3つの課題をビバラロックに向けて、あの、提示するっていうところだったよね。うんうん、あとさ、ごめん関係ないんだけど、最初にさ、みんなBMSG パーカー着てて、ちょっと結構集合した感じで集まってるじゃん。椅子のソファーの横でバーって並んで、前にもいてみたいな。うんうん、そうだね。で、なんかワンちゃんにしか見えんくて、ワンちゃんの集合体なんと思って。なんか子犬のさ、パピーとかのなんか、なんかすごい集合でさ、なんかそう並ばされられてるみたいな、そういうやつになって、なんか可愛いなと思って。確かにそういうワンちゃんたちいるよね。うん。で、なんか、あんま動かずにピョコみたいな、ピョ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 ンって並んでるやつ。そう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 。で、なんかちょうどうまいこと飼い主さん来たから、あ、社長ね、飼い主さん来たからそっちすごい向いてるみたいな。やば、すごい想像つくんだけど。ね、なんかその特にさ、あれだよね、ちょっと明るいトーンの人が多いじゃん、この。あと光がさ、後ろからすごいし。確かにすごい光だね。そう、大体さ、あのパピーの子犬さんのお写真って光すごいじゃん。後ろからの日光の光すごいから。そうだっけ、ちょっとわかる。そこまではちょっと想像があれだけど。パピーさん、その光浴びとる。なんか、暗い部屋の撮影のパピーさんっていうよりは、明るい部屋、もしくは日光が結構照らされてる状態ってイメージ強くない？まあ確かにワンちゃんは割とそうだ。外とかね、で撮影多いそうだもんね。そうそうそう、謎のカレンダーとかそうじゃんね、大体。ワンちゃんのカレンダー、ちょっと待って。何の話？いや、なんかすごい、犬みたいで可愛いな、みたいな、子犬ね、みんな。わかるわかる。でもすごいわかる。なんかギュッギュッギュッってなっとって、みんな同じ方向向いとって。うん。うん、愛くるしいわ。ねえ、可愛いよね。でさ、最初にさ、打ち合わせがあって、で、お話ししてて、みたいな感じで、なんかあんまり詳細は語らずにさ、なんかさらっとそういう仕事の話があって、うん、っていうさ、入り、なんかそういう切り出し方だったけどさ、うん、
いやそもそもなんかめちゃくちゃ直談判してたし、うん、シカッペすごい登場してたし、結構壮大なストーリーだったじゃん、その段階でも。なんか そういう詳細はあんま言わないんだね、 BE:FIRST に。確かに。なんかまあ後々さ、わからん、ギャオを見るんか知らんけど、後々さ、経緯とかさ、うん、まあ、もしかしたら知るんかもしれんけど、うんうんうん、その時は伏せる感じだね。いや、そうそう。うん、まあ、なんか、とりあえず、なんか、セピア色とか白黒か。白黒でさ、シカッペとの対談が映ってさ、何これ、うん、なんか、いいね、うん。で、その後、まあ、ビバラロックっていうフェスに、まあ、出てもらうっていう話になるけどさ、うん、なんか、もちろんロックフェスだし、そう、なんかやっぱロックバンドでもないし、自分あの BE:FIRST は、うん、でやっぱお客さんも、お客さんも BE:FIRST のこと知ってたとしても、やっぱシャギは構えるって言ってて、やり抜く力、うん、やり抜く場面っていうところ、うん、なんか経験したことないんで、ないと思うけどみたいなこと言ってて、ね、どんどんシビアな話にさ、うん、なっていくじゃん。そうだね、結構現実みたいなのを伝えるよね。うん、いやなんかよくここに出ようって、出てもらおうって思ったよねね、確かにすごいね。なんかエピソード1を聞いたからさ、なおさら、うん、なんか出ます、乗り込むぞとか、そういう感じのさ、テンションじゃないことが分かったから、うんうん、なおさらさ、なんで逆に、なんでこんな、逆になんで挑もうとしたんみたいな、うんうんうん、でもあれなんかね、なんかさ、社長のことだけを考えたら、やっぱ社長ってそういうさ、アウェーだけどやってきたみたいな、うん、が場面めっちゃ多そうだよね、うん、あー、そうだね。だからなんか、まあ、もちろんさ、そのやってる時は大変だろうし、そのね、うん、受け入れられてもらえなかったって感じる瞬間はめちゃくちゃ辛いと思うけどさ、うん、なんかでも得るものがあるからやるってことなんかね、こういうのって。うん、そうだね。確かにエピソード1で社長も言ってたけど、やっぱ自分もさ、色物的な感じ、なんか色眼鏡で見られてて、けどどんどんさ、その信頼得てって、着々とさ、年重ねるごとにとかって言ってたから、そういうのを BE:FIRST にも経験してほしいっていうのもあるんかもね。うんうんうん、うん、え、すごいよね。てか社長すごいな2年前アウェーみたいなこと言ったよね、この時、あのその時で。え、なんかさ、そのビバラロックの2022のそのタイムテーブル見てないけど、コメントでさ、うん、社長鳥とか言ってなかった？すごいねアウェーから大鳥に行く人いるんだと思って。確かにそうだね。なんか今さ、改めてタイムスケジュール見てみたけど、2022年の、うんうんうん、4月30日の最後だわ。なんか確かにそうだね。もともと違う畑って、まあ畑って言って言い方あれだけど、まあそういう感じでさ、乗り込んだ人が鳥をやるフェス、うんうん、しかもすごいね。だってさ、そのシカッペにさ、その BE:FIRST の、 あのオファーってか直談判した時に、だったら君も出てみたいなこと言われてたじゃんね。うんうんうん、それで取り行くのもすごくない？いや、そうなん、うん、ね、やっぱそれだけあのライブ力とかすごいんかね、みんなを巻き込むさ、ステージングとかさ。確かにそれももうシカッペも分かってるってことだもんね。うん、だってなんだろう、最初さ、もうこ、なんだろう、頼み込んで出てもらったみたいな感じだった、スカイハイ。うんうん、いや、そうだね。え、すごいね、うん、ただやっぱさ、急遽さ、電話してさ、今から行っていいですか、アトリエみたいな、行っても、あ、いいよみたいな、私みたいに、いつ行ってもダメだよみたいなことさ急遽しても私ダメだって言うし、絶対急遽なら直さらよな。あ、無理無理、何言ってんだと思っちゃうよねだから、それなんかね、すごい信頼関係がよりあるんだね、なんかね。あ、確かにそういう、こういうエピソードでも伝わるよね、うんうん、まあ、うちらに信頼関係がないわけじゃないけど、いや、そうそうそう、私の性質だよねもはや。そう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 、これだ、俺がダメだから多分みんなダメよそりゃそうなんよで、なんかさ、 BE:FIRST のなんかどうみたいな感想っていうかな、こう出るってなったけどどうみたいな、気持ちはどうってなった時に、まあ、マナトからさ、なんか言ってくけど、うん、そう、なんかソータのさ、あの、やっぱみんなこのビバラロックっていうフェスはすごいホームに思ってると思うから、その歴史みたいなのをなんか邪魔しないっていうか、塗り替えるとかそういうことじゃなくっていう発言をしてて、なんかすごい理解のある男すぎて震えたんだけど。わ、うん、かる。いや、そう、なんかすごいよね、大人だ、大人ってか、なんて言うんだろう、やっぱいろいろ経験したからこそなんかね、うん、なんか自分もやっぱり強くさ、ダンスを愛してて、もしくはヒップホップとか R&B 愛してて、
その自分もそのソータもロック嫌いじゃないと思うけど、なんかそういうさ自分の中のホーム感とか同じような気持ちが分かるってことなのかもしれんね。うん、確かに確かに、やっぱ伝統とか歴史とかね、そうだね、そういうの重んじてそう。社長もそれすごいいいこと言うなみたいな感じだったよね。そう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 、社長もすごいなんか嬉しそうだったね、それをなんか言ってくれたことによって、なんか変に殴り込みに行こうとかそういう反応じゃなくてよかったっていう感じだったよね、いやそうだから変にね、そうなんかそういう強気な発言もまあね、そういう人も嫌いではないけども、やっぱなんか共存っていうか、やっぱ一緒にみたいな、勝とうとかじゃない感じがいいよね。あーいや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 みたいな感じじゃないってことね。殴りに行こうかみたいなやつ。殴りに行こうかみたいな、なんかちょっと歌詞忘れたからそこだけなんかあるかなと思って言ったんだけど、やっぱそうあるね、あるね、あるねじゃないよ、あれ多分暴力の歌だから、いや分からん、暴力の歌しない今からそいつをみたいな、殴りに行こうかみたいな言っとるから違うよ、みたいなね。そうそうそう、殴りに行こうかだ。そう違うよ、うん、あれだよ、ファイティングポーズじゃなくてハグだから。あーそっかそっか教科書に載ってるやっぱり。そう、いやレオくんの教科書に、うん、でそこで課題1のオープニング用の新曲を披露ってなるけど、まあ、それが踊らないって歌だけで、歌一本で存在感を示すみたいな、それだからあれがあれだよね、伝説の神な。いやあれあれあれさ、全部のオープニング使えるよね、全ての。いやそうねえ、さあの曲マジでさめちゃくちゃいい、もう最初に聴いた時からさやばいと思ってたけど、この後からさそのビバラロックのために作られたと思うとなんかすごいよね、やっぱそういう、まあ、ロックフェスに対してもアプローチする曲みたいな、のために作られた、まあ、あれ結果さ、なんて言うんだろう、だからなんかそれを意味を知ったらさらになんか力強いっていうかパワーがこもってる曲だなみたいな、なんだろう、あの曲一つにとってもさその歴史があるっていうかストーリーがあるっていうのがすごい面白いし、より深み感じるよね、ね。で課題二つ目が MC でオーディエンスの心をつかむ。これさちょっと流れが分かんないんだけど、どこかで MC に課題があるよって言われたっていう場面があったんだよね、 BE:FIRST って。うん、なんかそういうコメント欄とかでいただいたことあるよね。そうとか社長のなんかインタビューとかで見た気がするんだけど、まあ、多分この前のやつなのかな、ちょっともしかしたら君たちにとってはなんか最大の課題だっけな、結構大きな課題みたいなこと言ってたよね。あ確かにそう MC に言及してるとこあったね。ってことはやっぱりそれだけもうちょっと頑張った方がいいよって認識してるところをやっぱり今回はできるようになってオーディエンスの心つかもうって言ってるってことだから、でもやっぱこういう積み重ねでさ上手になるっていうのは分かるんだけど、その上手くなるの早ないマジで確かになんかだってもう多分きっとこのビバラから多分もうそういう MC 力みたいなあった、まあ、ビバラからかは分からんけど、この時はすでにもあるってことだもんね、あったってことだもんね。そうだからなんかこういう課題としてちゃんと提示するからこそ成長が早かったりするんかもしれんね。あーそうかも、あそれはあるかもね。ね、なんか自分たちで気づくってもちろん大切だけど、気づいたところで本当にそれをどこまで真剣に取り組めるかってまた別じゃん。なんか本当にこれは課題だってなんか強く認識してない限り難しいと思うんだけど、こういうふうにやっぱ言ってくれる人がいるっていうのはなんかより成長が早そう、確かにね。そうだね、明確に提示してくれるから向かいやすいしね、そこに向かって。そうそうそう、なんかサッシ MC といえばサッシみたいな指原先生もこういう感じじゃなかった、なんかね。いやそうだね、HKT のメンバーにね MC について結構厳しく言ったとかって言ってたからね。でもやっぱそれだけライブって、しかもサッシなんて多分あのハロプロ系のさライブ現場とか結構行ってるから、なんか現場をたくさん行ってるからこそいろいろ思うんだろうね、分かってるんだろうね。確かに。で課題の3つ目が、まあ、オーディエンスを増やす、前のアーティストよりもお客さんを増やすっていう感じだったけど、厳しいっていうか難しいっていうか、なんかハードル高いよね。いやそうだね。でもなんかそれはあれだよね、その意識とか覚悟とかなんかこう切り替えてやる必要があるって言ってて、でもなんかどうやってやるんってつい思っちゃうけど、
むずいよね、よく考えたら。しかもなんかその別に新しいこと、曲はさオープニングで違うけど、こう別に普段と同じようにっていうか、普段通りにやってそれを成し遂げるってことでしょ。うんうんうん。でもこうやって模索することが大切なんかね、まずはね。確かにそうだね、やっぱ、あ、これも経験だもんね。あとはジュノンがさ、あのロックフェス行ったことね結構あると思うけどって話から、あの、まあ、好きなこういろんな新しいアーティストを知れるから、そういう理由でロックフェス行ってたって言ってて、なんかだから そこで同じような人がこう BE:FIRST 知って、あ、いいなって思ってもらえたらみたいなこと言ってたけど、なんかそれはなんかそういう、うん、なんだろう、その感じならなんか想像しやすいね。うん、確かに確かに。社長から忠告っていうので、まあ帰ってしまうお客さんももう見えてしまうから、まあ、それに心を折らさないようにって言ってたけど、なんかりょうくんがまた素晴らしくてさ、うんね、もし帰っちゃった人がいたとしても、もう見てくれてるお客さんに刺さればいいかなっていう、うん、それのやっぱ積み重ねって言ってて、うん、なんかいいね、なんかもうスタンスがすごいできてるっていうかね。確かに今いる人を大切にみたいな感じだよね。うん、で最後に社長が BE:FIRST がこういう意識 でちゃんとリスペクトを持って、でちゃんと準備して、で覚悟を持ってやったらやって、それをできる技術も君たちはあるからって言ってて、うん、なんか、まあ、だから大丈夫だよねみたいな感じだったじゃん。でもその社長の特にさ、その意識を持ってリスペクトを持って覚悟を持ってみたいな、で準備してっていうのは、全員が全員特になんとなくもうその社員構えるみたいなさ、その毛嫌いしちゃうみたいな人は一定数いるかもしれないけど、でもなんかそういう心持ちというかさ、今の言ったようなことができてたら結構好意的に見てくれる人も、まあ、いるんだろうなと思って、うん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 、なんかすごいなるほどなって思ったわ。確かにね、そうだね、やっぱなんか伝わるんだろうね。いや、わかる、なんか殴り込みに来たぜの感じもすごい伝わるだろうし、うん、うんうんうん、そう、なんかそれってさ、やっぱりそのジャンルを愛してる人たちからしたらはって感じじゃんね。うんうん、確かに確かにだから殴りに行こうかだとダメなんでしょ。うん、いや、そうちゃんと、うんちゃんとなんか理解してリスペクト持って愛を持って、うん、なんか参加させてもらうみたいな、うんうん、うん、感じなんだろうね。まあ、そうだよね、やっぱ謙虚って大切なんだね。ね、うんうん、大切。いやいいね、すごいね。うん、以上でね、今回はビバラロック2022のエピソード2の話やってたけど、やっぱ社長のこういう提示の仕方みたいな、課題のさ伝え方とかさ、うん、それ伝えた上でみんなを導いていくようなところがすごいね。いや、そうだね。いや、なんか持ってき方っていうか、そうだね、素晴らしいね。ね、でもしかもさ、その BE:FIRST メンバーもなんかはいはいみたいな、なんかただついてってる人たちじゃないじゃん、本当に。うん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 、ね、自分の意思があって自分はこう思うっていう、なんかまあ言う場面をちゃんと与えられてるからっていうのももちろんあると思うけど、うん、うん、なんかすごいちゃんと個として成り立ってるからこそ本当にいいチームだしね、いいんだろうなって思ってさ、うん、そうだね。それでいてやっぱ BE:FIRST のメンバーもちゃんとなんか分かってるっていうか、うん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 、なんかまあ社長が伝えてることもすごい飲み込むし、なんて言うんだろう、それより前に自分たちもすでに分かってる部分も多いからさ、うんうん、うん、なんかすごい関係だよなと思ってね。え、いや、おもろいわ。うん、ギャオなんでなくなる寂しい、確かにねえ、なんかね、うん、すごいいいコンテンツだね。うん、めちゃくちゃいいね。まあだからさ、次のエピソード3が楽しみだよね。そうだね。